応援してくれているあなたへ。8年間どうでしたかと聞かれたら、いろいろありましたけどとても充実していましたと答えることができます。それを笑って言うことができるのはあなたのおかげです。確かに辛いこともあったし、悔し涙なんて流しすぎて湖ができるかと思うくらい流したけれど、それでも楽しかったり嬉しかったシーンが脳裏に浮かぶのはあなたの応援があったからです。本当にありがとう。テストの得点が上がった時、分からなかった問題が解けるようになった時、志望校に合格した時、きっとそこにはその人の笑顔がある。だから動画を通してその手伝いをするんだ。そう思って続けてきた8年間でした。あなたの手伝いもできていたら嬉しいな。ここまで書いたものを読み返してみましたが、文がなかなかの乱れを見せていますね。下書きもせず思いのままに書いたせいだ。すいません、見切り発車してしまう性格なんで。おそらくこれからの活動の中でも失敗する時がありますけれど、その失敗を成功のための糧にできたら、失敗はプラスのエネルギーを持つと思うんです。あなたの人生はきっと私より長いはず。だからその分失敗をする可能性は高いです。でも失敗を恐れないでください。本当の恐ろしさは失敗をすることではなくて、失敗を失敗のまま放置することだと私は思っています。そしてチャレンジするあなたの背中をそっと支えられる存在でいられるように私も頑張ります。これからもよろしく。ハイチ。花尾さんへ。初コラボからもうすぐ3年が経つみたいです。あの日は胃が痛くなるほど緊張してしまい、撮影中のことは阪大目指す人ってストイックにノート使うんだなぐらいしか覚えてないんですが、カメラの回ってないところで話したことは今でも鮮明に覚えています。あの頃私は自分のチャンネルの方針に悩んでいましたけれど、万人受けするかよりも自分が納得できるものを視聴者の方に見てもらいたいという花尾さんの言葉にハッとさせられました。あれからも迷った時には花尾さんのこの言葉と姿を思い出しています。改めてになりますが、花尾さん本当にありがとうございました。大げさではなくて、花尾さんがいなければ100万人に行けていないですと褒めちぎってきましたが、そろそろ照れて肩を小疲れそうなのでこのくらいにしておきますね。これからも一ファンとして電眼さんや関さんのみんなとの動画を楽しませてもらいます。コロナなど大変なご時世ですが、お体を大事にこれからも頑張ってください。最後に一つお願いがあります。エデレで35歳の私でも着れるデザインの服を作ってくださいお願いしますということで、これからもよろしくお願いします。はい。Google で私の担当してくださっている高妻さんへ。韓国のイベントで教育について語り合った日からもう2年以上経つんですね。あの日からたくさんのイベントをご一緒させてもらいました。まず感謝を伝える前に謝りたいことがあります。高妻さんが私の担当になってくださってから2年が経ちますが、高妻さんは私のやり方や方針を一度も否定せず、ハイチさんの思うがままに進んでください、ハイチさんなら大丈夫と応援し続けてくれましたよね。ですが YouTube は数字の世界、登録者の割に再生数が取れない私のやり方のせいで社内で迷惑をかけていたと思うのです。本当にごめんなさい。だからこそ絶対にこの分野で100万人いけることを高妻さんが担当の時に証明したかった。その思いをモチベーションの一つとして今日まで頑張ってきました。少しですが恩返しができてかなと思ってます。私たちの目標はまだまだ道半ばですし、越えなければいけない壁は多いですが、ぜひこれからもよろしくお願いします。高妻さんが担当になってくださって本当に良かったです。またいちご大福買っていきますね。はい。最後はちょうど1年前ぐらいから私のマネージャーをやってくださっている
方にですね、書かせてもらいました、マネージャーへびっくりした、この手紙は、涙もろい君を泣かせに言っています。なので思う存分泣いてくださいというか泣けというのは冗談ですけど、この1年本当にありがとう。他人を頼ったり弱音を吐いたりすることが苦手な俺にとって君の存在はとても大きなものでした。私は誰よりも一番のファンですから、そう言って何度も何度も応援してくれたよね。数字が伸び悩んだ時も大丈夫伸びますからと即答してくるし、今振り返ると俺よりもハイチのことを信じていたんだろうなって思います。本当にありがとう。これからも一緒に笑ったり悩んだりしながら前に進んでいこう。かっこ悪い姿を見せることもあると思うけれど、これからもよろしくお願いします。コロナが落ち着いたら美味しいもの食べに行こうな。ハイチ。以上です。